はい、どうも、夜行屋のデラ君です。はい、今日なんですけど、こちらバン、エコキュートの失敗例その2ですね。まあ、後編の動画になりますね。前編の動画はこちらにボンとこれありますんで、1、2、3番上げさせてもらったんですけど、まだまだちょっと言い足りないのでね、その2の方を上げさせていただきたいと思います。はい、見てってください、ぜひね。はい、皆さんのエコキュートを入れた失敗例とか悪い口コミとかね、もうガンガン今日言ってきますんで、でも別にこれうちでとかじゃなくて、ネットの結構検索とかで、引っかかってきた事例とかを挙げてね、ああ確かにそうだよなって共感するものもあれば、これは別に解決できんじゃねって思うものもあったんで、そういうのも踏まえながらね、ご紹介していければなと思います。はい、じゃあこれね、前回 1,2,3 まで紹介したんで、今回4からいきますね。4番。はい、もうこれもね、結構多かった。うるさいっていう、音がうるさいってやつね。これはね、まあしょうがない、回るからね、外のヒートポンプっていうのがぐーっと動いて、それをで、その力をお湯に変えて溜めておくわけなんで、稼働音なんてどの機械でも 100% するでしょ。でもその音がそれにしてもうるさいよという口コミがありました。本当にうるさいのかね、ちょっと一緒に見てみますか。はい、基本的にエコキュートの音ってだいたい40dB から50dB とか、そんな音の大きさですよ。だいたいね、メーカーさんが発表している数値がこんなもんです。あとはもう置いてある環境によってね、すごい狭いとこで風のもう切る音聞こえてきたりとか、あとはね、振動しやすいような環境にこう置いといてブーって揺れてる音がするとか、そういうのはまず考慮しない上で、こういう音が基本的に40とか 50dB の音が本体から発生するのね、機械の音として。これってどうなの、うるさいのと分かんないけど、どうでしょう、中の人、40dB、50dB ってなんかピンとくる数字あります？道路の音。ああ、もう超うるさいじゃんそれ。道路の音超うるさいよね。あんなの家の玄関の脇とかで鳴られたら嫌だね。確かにそれはうるさい、俺も出すわクレーム。そんなわけないでしょ、そんなわけないんだよね。家でエコキュートお使いですよね、道路の音します？外でバーってエコキュートから、しないですよね。やばいね、道路の音したらね。車の行き交う音でしょ、要は。まあ確かに家の外で道路の音はするかもしれないけど、それエコキュートからしてる音じゃないね、それね。これね、40とか50って、だいたいね、こんなだよ。あとはね、書店かな。図書館の中とか、書店のね、店内の音とか、それぐらいです、40とか50って。どうするこれ聞いて。うわ、うるせえって思う？いや、わかんない。その書店も書店でさ、あるでしょ、中にはね、うるさい書店あるじゃん、うるせえうるせえっていうところもあるじゃん。そういうんじゃなくて、普通にさ、本屋さんって呼ばれるようなね、本当に本屋さんの店内の中とか、図書館の中だよ。図書館の中なんて俺のこれぐらいの声でも怒られるよ、もううるせえって言われるようなレベルで、すごい静かでしょ。もうハイヒールのコツコツ音なんかやっぱ響くわけじゃん、そういうのって。そんな音もしないぐらいのものなんだけど、うるさいって言われるのね。これって何が原因かっていうと、さっきも言った通り、置いてある環境も良くなければ振動しちゃってね、通じちゃったりもするかもしれないし、あと一番の原因はエコキュート夜動くんですよね。もうシーンとなった静かなあの夜にブーッと回り始めるわけだね。夜に図書館のあの感じはワンチャンあるね、うるさいのある、あの書店の店内ね、まあまあまあある可能性もあるっていうぐらいの音です。皆さん、自分が我慢できるかできないかっていうよりは、どっちかというと隣のお客さんとかね、隣に住んでる方とか、そういう方に迷惑かけないかどうかの方で決めてあげてもいいんじゃないかな。俺あんまり自分の家もエコキュートだけど、おっとうるさくて寝れなかったなっていうのはまあないです。今まで一回も、どれぐらい気になるかにもよるとは思うんですけどね。あとその寝室の位置関係も、にもよると思うんですが、基本エコキュートなんていうのはね、お風呂の真裏に置いてあることとかがやっぱ多い中で、あとヒートポンプ、この音がするヒートポンプっていうユニットに関しては、ある程度ね、離したところに置くこともできるんで、音が気になる方はね、工事の時にそういう相談してあげてもいいのかなって、これを見た時俺は思いました。ということで皆さん安心してね、まずそんな失敗例で挙げてるけど、回避できる失敗なんでね、安心していただければ。
はい、次5番目水圧ということで、これはねまあ確かに結構言われるんすよね。言われる、水圧すごく弱くなるって聞くんですけど、どうなんですか？すごく弱くなります。水圧っていうのはだいたいエコキュートは170kPa から180kPa ぐらいなんですよ。キロパスカルね、はい、これぐらいがまあ基本なんですけども、今まで水道の圧力を直で使ってた人、まあ、ガス給湯器とかね使ってた人はそのまま水道の圧500kPa の勢いで出てたものが170、180に減るんです。これになるの、いやもう超下がるじゃん、3分の1でしょ。うーわ厄介、水があれが3分の1でしか出てこない、超弱くね。いや実はね、この170、180って本来弱くないのね。全然皿洗うにも、なんならシャワーでも本来は弱くないの。170、80ってまあちょうどいいぐらいなのね。ちょっと強めが欲しい人は物足りないかもしれないけど、普通のシャワーとか浴びる分にはあんなね、どっかの外国みたいにちょろちょろしか出ないとかそういうんじゃないの、全然ね。普通に強いものが出るんですよ。出るんだけれども、まあ足りない人のためにね、しっかり高圧タイプっていうのもご準備しております。320ぐらい出ます。はい、もうだいぶ強いでしょ、だいぶ強い。あ、水道にもうだいぶ近づいたじゃないですかって。皆さん水道の水ってどんな勢いで出るかって知ってます？500kPa でうち使ってんだっていう人っている？ちなみに。あ、うちも何する時も水道全開、もう超高圧で使ってるっていう人います？いらないんですよ、あんな高圧。いらないの。だってお家のさ、お水の配管って凍結とかしてさ、バーンって破裂して水ピャー出てんのって見たことないですか皆さん。いや話とかニュースとかでは見たことあったりするかもしれない、ネットとかでも載ってると思うんでぜひ見てほしいんですけど、あんな圧力でシャワー出られたら、あ、もう穴開いちゃうよ体に。すごい勢いで出てるでしょ、破裂した時の水の水道管ってピョーンって、とんでもない勢い。あれだよ、 500kPa っていらないでしょ。みんな絞って使ってるんですよ。500ダイレクトに使ってる人なんていないのね、うん、なんでこの170、80って別に弱くないんだよっていうのを皆さんはまず知ってほしい、うん、でもそんな中でもシャワーとかがしっかりまあ高圧じゃないと嫌だとか、お湯を出すところが家の2階に集約してるとか、そういう人の場合はこれでも弱くなっちゃう可能性があるので、高圧タイプこちらを選んであげれば、まあまず不自由することはあまりないんじゃないかなと。元の能力でこんだけあるし、かつねお湯の方も設定温度ピピピと45とか4とかに設定温度上げて、蛇口でお水も混ぜて使う、あの混合泉でね、お水の方に少しこうキュッと傾けながらお湯バッと出してあげると、それだけでも威力全然違うんでね、改善する方法なんていうのはいくらでもあるんで、この水圧に関しても失敗例で挙げさせてもらってますけど、そんなに悲観することじゃないです。なんとかできます。あとね、水道低圧用のシャワーヘッドなんていうのもね、もうこんなのホームセンターでも家電量販店でももう売ってるレベルなんで、うん、そういうの試してあげてもいいかもしれないですね。最後6番いきましょう。6番はね、もうこれ俺も見て、まあ、取り上げようかな、取り上げなくてもいいかなって思うぐらいの、まあネットでの評価だったんだけど、はい、入浴剤使えるか使えないかみたいな感じです。はい、ということでね、まず、はい、ごめん終わらないね、一応入浴剤もやりますか。はい、まあ、取り上げなくてもいいかなってちょっと思ってたんで、まあ、あんま言わなくてもいいかなとも思うんですけど、入浴剤が使えるものに制限があるということです。簡単にねお湯をこう戻したりして追いだきしたりするときに、いや入っちゃいけない入浴剤があるわけ、本体の中に入れてはいけない入浴成分のものがね。これ別にさ、エコキュートの弱点じゃないんだよね。ガス給湯器でもそうだし、入ってきちゃいけない入浴剤があるなんていうのはまあ当たり前の話なんで、入浴剤に少し制限があるよというのも皆さんは分かって使ってあげてください。使ってそうだね、保温作業が開始されちゃったりして勝手に戻ってっちゃったりとか、お湯がね、あとは追いだき入る時にぬるいからって追いだきピーってかけると、今お風呂の中に入ってるお湯を一回戻してね、そちらで温め直してまた出てくるっていう作業をした時に、
本体のタンクの中をこうお湯が駆け巡るわけだね、外のエコキューとね。そうするとその機械にとって弱い成分がお風呂の中に入っちゃってる可能性があると。なのでそれに注意して使ってあげてくださいねっていう注意書きが結構まあ何人か書かれてましたね、はい、今でもね各メーカーさん強くなってきて、まあ、うちの機械であればこういう入浴剤、こういう入浴剤、この成分が入ってない入浴剤なら使えるよみたいな、そういうのもネットで出してます、各メーカーさんね。なのでそれをぜひ参考にしていただいて見てあげればいいのかなと思います。全く使えないわけじゃないのでそこはご安心していただいて大丈夫です、はい、でもほら人によってはね、いやこの成分入ってないと肌荒れるんですとか、お風呂でいつもこの成分を肌に浸透させて寝るから体がこう綺麗な状態でいられるんですっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方はねここをかなりやっぱ重点を置いて選ばなきゃいけないところではあると思うんで、そういう方はね気にして見てあげるのもいいかなと。そういう失敗例も実際ありました、何点かね。俺自身はもう面の皮も厚いけども体中どこもかしくも分厚いんでどんな成分着てもいいんだけど、エコキュートが持たないんだね。ということでこういった入浴剤というのも気にしている方いらっしゃるそうです。失敗した方もいるみたいですね。ということで今回エコキュートの失敗例その2ということで動画やらせていただきました。いかがだったでしょうか。このチャンネルではねこういったエコキュートのお話、エアコンのお話、ガス給湯器のお話なんていうのをね日々いろいろ裏話も含めて工事の話とかもね含めてさせてもらってるチャンネルになってるので、ぜひ興味ある方ね、まあ、チャンネル登録していただいて次の動画なんていうのもお待ちいただければいいのかなと思います。コメント高評価とかもねいただいてすごく動画を作る励みになっておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということでデラ君でした。バイバイ。I'll stay.